みません、これからですね、名古屋から、あと2時間少々 の出発の便を予約したいと思ってるんですが、まだできますでしょうか。はい、名古屋からですね、釜山までなんですが、15時20分とかだったと思うんですけれど、大韓航空に電話してるところです。小野田さんに会いに行こうと思ってね、私休暇取ってるわけですけど、休暇中だから、はいはい、あ、なるほど、そうですか、はい、あ、はい、あ、なるほど、直接というと、例えば空港で直接そのまま買うこともできますか。あ、なるほど。空港では何時間前までに伺えばいいでしょうか、その購入の場合は。はい、お願いします。休暇中なもんでね、動画の再生数にとらわれて飛びまくるんで、なんかこう面白くないから、じゃあちょっと気ままに、昨日も新幹線で東京来たばっかりなんですけど、また名古屋戻ってリニア鉄道博物館でもね、こうじっくり見物して、リニア鉄道館か、その後は、九州方面でも行こうかなと思っていたんですけれど、ちょうどその同時にですね、小野田さんに私連絡取ってまして、鉄道じゃ飛行機 YouTuber の小野田さんですが、私今休暇なので、4月の中旬ぐらいまでは多分休んでると思うんですけど、せっかくだから小野田さんといろいろ遊んで回りたいなって思うんですが、ぜひ動画撮っていただいて構いませんので、小野田さん、もしよかったら、お邪魔でなかったら、どこかでご一緒しませんかって連絡したんですね。そしたらね、小野田さんもぜひということで歓迎してくれるので、これから先の予定を詳細に教えてくれたんですが、今日はですね、釜山にいるらしい、韓国の。釜山はまあいいけれど、でも、今日は難しいですよね、みたいな、そんな感じでね、よし、行ったろうと思ってね、いろいろと調べた結果、新幹線、これ、本当は名古屋で降りてリニア鉄道館を見学する予定だったんですが、ちょうど名古屋までの切符なんで、名古屋駅で降りると、大韓航空の釜山行きの便がちょうど15時、25分発で出てるんですね。で、この列車は名古屋に13時10分着なんですよ。だから乗れるんですよ。で、当日の予約ってできるのかなと思って JAL のホームページ見たら、買えなくなってる。ああそうかと思って、JAL の電話をかけたらですね、すいません、もうちょっと3時間前を切ると日本航空ではどのようにもいたしかねます、うんぬん、あ、そうですか、でも日本航空ではということは、これ大韓航空に来てもいいですか、たまたまラッキーなことで、その便は大韓航空の飛行機だった便だったんですね。で、いいらしいですよ。そしたら大韓がね、そう言ってくれましたんで、それで、いいらしいっていうか、大韓航空に聞けばなんとかなるかもしれないところだったんで、この大韓航空には電話してたところです。今の電話のシーンはそれです。そしたら、大韓航空はね、もう2時間、3時間か、3時間前までしか発売しないらしいです。3時間前を切ってますので、もうご予約はいただけませんで、あ、やっぱもうじゃあ乗れない、じゃあ乗れないということですかって言うと思ったんですけど、もう事前の予約はできないということは、予約でなければいいの、よくわかんないけど、当日、そのまま名古屋空港に行けばいいんですかね、聞いたらですね、そうだと言います。だからちょっといくらになるのかとかよくわからないんですけど、あんまり高額だったらちょっとやめようと思いますが、今からね、このまま中部空港まで行って、出発の1時間30分前ぐらいには着くはずです。最低でも40分前には、きっと買いに来てくださいみたいなことを、なんかそんなことを言ってましたので、本当に40分前で足りるのかどうか、私はその情報に責任は持ちませんけど、しかし1時間半前に行けば十分足りそうです。だからこれから小野田さんに連絡して、大韓航空の便に乗って多分すぐ着きますよね。それで、釜山、そして明日の朝小野田さんと一緒に韓国の新幹線とか乗って、でまたソウルから帰ってこようかなと思っています。その後は大分へ向かう予定です。次は名古屋までおよそ9分です。名古屋13時12分の到着。しかし釜山に行くんだったら羽田空港に行けよかったんですけどね。わざわざ名古屋まで来てから韓国に行く意味はないんだよ。この電車昨日もあったんだよな、意味わからんな。今日もゆっくり起きたしね、全然体も辛くないわ。遊びとそれから普段の動画撮影とどう違うのか多分分かんないですよね、視聴者の皆さんには。別に何でもいいんですよ、この動画は楽しんでもらえれば。で、1時間半前に着いたから多分まだいけるだろうな。ちょっとね、やんなきゃいけないこともいろいろあるんで、あんま動画は撮ってませんが、それは目的じゃないからね。
普通に買いましたね。すぐ一瞬で買い、一瞬ではないけど10分ぐらいかかりましたけど、うん、買いましたよ。しかも JAL の方はね、11万ぐらい当日だからかかるって言われたんですけど、もう大韓航空は安かったですね、往復で39,000円、15時25分発の釜山行きかな。あれが大韓航空が小さいね、ボーイング737ですね。何か食べ物を、ね、買ってきたいと思ったんですが、よく考えたら機内食があるから、まあいいことにします。朝からほとんど何も食べていませんので。もう小野田さんね、私のためにわざわざ釜山空港まで来てくださることになって、奥さんもご一緒だということで、ね、本当にありがたい話です。でいろいろ予約してもてなしてくれるとおっしゃってました。もうぜひ私のことをネタにしてくださいって言ってきましたけどね。あの私も動画撮った方がいいかな、そういう場合はあの何か必要になればそういう時は臨時にいろいろやりましょうね。向こう側に、あれなんだ、本州っていうのか、こっちはあの下半島だったと思いますけど、向こうは三重県ですよね多分。違うかな、違うかもしれん。なんだあれ、ボーイング737じゃない、ないよな。いや、そうか、そうかもしれないわ。じゃあ、続きは小野田さんのところで頼んでると思いますので、お楽しみに。とりあえず、私の動画はここまで。どうもありがとうございました。京浜東北線の浜松町みたいな感じのところでして、この今私がいる駅はね、脇には東海道本線の列車線が通っています。私はあの電車線にいます、まあ、もしくはあの東海道線の、長岡橋でもいいですけど、これ韓国の新幹線のなんだっけ KTX か、フランスの TGV を元にして作った最高時速305キロの列車だそうです。また来たぞ、これも特急ですね多分。いやかっこいい電車だよこれ、本当電車じゃないけど。おーなんだこれ、ちょっと客車がさっきのとはまた違うな。ロビーカーみたいな、違う、あれはロングシートだ、なんだあれ。これが一番後ろの車ですけど、こうね、昔は国鉄の特急さえこんな状態もの時もあったようですけど、いやーこれがいいんですよ、後ろに顔がついてないっていうのはね。また来たぞこれだ、見応えがありますよね本当に。おお20両編成すごいね。TGV のなんかクラシック型みたいなやつに似てるな。おはようございます、今日は2019年の2月の27日ここ羽田空港の、国際線ビルですね。今の時刻で午前7時13分です。本当は6時40分ぐらいには着く予定でタクシーで早めに来てたんですけど、いや残念ですね、あのこのね国際線ビルの入り口のところでね、最後の最後で事故をやってみまして、もうあのそれでずっとこう順番待ちをすることになってね、それで20分ぐらい、20分30分ぐらいかな、待っちゃう、まあ、もう早めに来てね、いや本当早めに来てよかったなと思いましたけど、あのまあ、ちょっとね、そう昨日、まあいいや、その話でやめた、別の動画で話すことにしますけど、あのこれから韓国に行きますね。全日空 のマイルがたくさん貯まるんですよ。あのクレジットカードで、まあ、1% 分 の、ね、あのマイルがつくんですけれど、例えば100万円使うと1万マイル貯まるわけですよね。で、300万円使えば3万マイル貯まるわけなんですよ。で、そうやって、まあ、あの1ポイント1円になるのかなと思ったら、あのマイルっていうのは1ポイント1円じゃないらしくてですね、その3万マイルっていうのが、
これあの、まあ、使うとですね、あの韓国までビジネスクラスで往復できるんですね。うん、すごいなと思って、まあ、それってつまり1ポイント1円で換算したら、あの韓国までビジネスクラスの往復で3万円で行けるっていう計算があるけど、そんなわけないじゃないですか。韓国まで多分往復10万ぐらいはするわけでしょ。そしたら300万円使って10万円も返ってくるわけですからね。これありがたいことで多分15万ぐらいかかるんじゃないかなと思いますけど、それただですからね。今回私お金あの空港の施設使用料ぐらいしか払っておりませんので、あのそれで韓国まででもう海外旅行に長く行くのは嫌なので、もう早速スタート帰ってくると思います。朝8時50分の飛行機で行って、夜8時に向こうを出る飛行機でまた今日中に韓国日帰りというわけです。